。ということで、今日の対戦相手は、お邪魔しマンモスパオーン、ビクゾーでーす。はい、ということで、俺はね、マジでビクゾーさんが久しぶりに家に来てくれたんだけど、うん、嬉しいっす、ね。ポケモンカードさ、大会とかも出るような、うん、ガチな人が来るのは久しぶり。俺最近ね、ネタ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 。あ、じゃあ最近ね、なんかエネルギーの多いデッキとかしか戦ってなかったから、あ、でもアイゴリとの勝率どんなんだっけ。アイゴリとの勝率は、アイゴリに結構負けてる。いや、でもそれでもやっぱりね、俺嬉しいわけなんですよ。ちゃんと。アイゴリがな、ビクゾー師匠に勝てるわけねえんだよ。なんか師匠があったんだよ。嬉しいね、あの、ビクゾー師匠に勝てるわけねえんだよ。恥ずかしいの、この感覚。最初はグーグーじゃんけん。はい、どっち先行。はい、オッケーです。じゃあ俺、高校で。ちなみに、お来た、最強だ、1回目で来た。あんね、ビクゾーさん、俺ね、今回のデッキ、なんと、ポケモン種ポケモン1種類しか入ってますね。ネタデッキじゃねえか。やってること、相手と一緒だよ。雑誌やんじゃないでよ。ガチで、それ、エネは入ってんの ?4 枚。エネはちゃんと入ってる、エネはちゃんと入ってる。いきましょう、せーの、ユリゲーター、トランパール、コケコプレイ、飛ばします。実際雑誌やね、全然強いから、これ切れそう。いや、本当に、マジで V 出して、はい、ピッピ人形出してー。ピッピ人形なんか入れてますわ。これなつか、あれか、カプコケコ珍しいな。普通にあるけど、コケコ珍しいぞ。で、エレがないぞ、エレがないぞ。これね、はい、これね、ズズ、はい、クイックボールで、クイックボール、はい、エレ30枚入れないから。あ、エレが少ないんだな。どっちかな、こっちかな。まあ、こっちでしょ。あ、いや、違うな。こっちやな、アメキモ。アメキモ、オッケー。で、クイックボール持ってくるのは、はい、ビリリーダーな。ビリリーダーも、なるほどね。モンスターボールや。はい、カウンター型ね。クイックボールでモンスターボール持ってくる。はい。はい、じゃあ、これで終了。よっしゃ。エネ跳ねてないの強いぞ。エネ跳ねてないね、やべえ。ドロー、あー、あんまり必要ないカード来ちゃった。はい、リーダーのピピ人形。おい、さっきバカにしてただろう、ピピ人形のこと。はい、ホラー超エネルギーつけます。はい、でもって、そうだな、一応ポケギア3連0ですか。1,2,3,4,5,6,7 枚、いいなポケギアね。まあ、ブルーの探索を持ってくるかどうかちょっと悩ましてください。ダメです、悩ませてください。早くしてください。ブルーの探索で2枚、いや、そうだな、ブルーの探索持ってきます。で、そのままブルーの探索使います。はい、ブルーの探索で持ってくるのはここと、あとはここにしようかな。うこの2枚を持ってきます。よ、この2枚持ってきて、よいしょ。で、クイックボールそのまま使います。はい、クイックボールで落とすのはポケギア 3.0。 おぉ、贅沢だな、こいつ。はい、で、ドラパルトで回ってくるんじゃないの。なわけね、ハンドにちゃんとあんだよ、サポートがよ。じゃあこれ、噛みつくわ。はい、噛みつく。30点ね。30点、痛くもかゆくねえんだよ、30点なんてよ。でも、エネ腫れてないの辛い人、正直辛い、辛い。どうします。はい、何、何、ブルーの探索にできたー。最強最強。なんか構築、最強。構築似てない。ミラーバトル、ちょっと構築似てるんだが。いや、持ってくるのはい、レベルボールと、はい、オッケー。白カット、いや、白カットより絶対ブルーの、あ、ちょ、今マリーの方がいいわ。はい、はい、マリーちゃん、はい、で、レベルボール使います。オッケーです。持ってくるのはマルマイン先生。あ、マルマイン90以下か。90以下なんす。ちょうど90ぐらい。そうなんす。あ、いいね、それは。で、コケコ V、こっち進化。はい、オッケーです。で、クラッシュハンマー。クラハン、クラハンはやばい。クラハンはやばい。来い、クラハンはやばい。よーし、やばい、これ急に。ダメよ、バカ。オッケー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 。一旦目で決まった。エネル発電します。サイド取っていいっすよ。サイド1枚取ります。で、ヤマクラからエネルギーはね、2枚ね、自分のポケモン好きなようにつけれますと。オッケーです。これで何をするかっていうと、はい、なんとですね、11、まあ、いや前かな、前、はい、うん、強い。ピピ人形につけろ。で、11でもいいな、11しとこ。あ、本当、でも強いなら200飛ばせるよ。確かに。どうすんの。じゃあやっぱ前かな。オッケー。じゃあこれで、まあ、ドローできるわけですよ。はい、うん、じゃあこれでスパイクドロー20点。オッケー。2枚引くと。そうだね、あ、いいですね。一気に係数逆転した気がする。オッケーオッケーオッケー。ザマミロ、いくわ。マジでポケモン、ゴミがマジで、うるせえ。進化の子、ドラパルト VMAX 持ってくるぞ。生意気に。いやー、これね、前進化させるかどうかだな。次倒されるんだよな。ピピ人形進化させろ。
倒されるんだよな、ここマジできつい。進化しないとやばいんじゃないですか。これでも後ろだな、これピッピ人形じゃん。これ後ろだ、並ばれたベイマックス、後ろ、そんな消極的なプレイスキルすか。うるせえ、いいんだよこれ。エネルギーデザを使うぞ。一円ね、これ後ろ育てるわ。負けたわ、こいつ。こいつ、どうせね、2位取られるのはね、仕方ない。どうせ2位、3、3取られるんだよ。お前、大切な仲間だろ。いや、これはいいんだよ。うるせえな、お前も喋る。あえて喋っていいって言ったろ。喋っていいって言ったろ。喋るな、お前。でも大丈夫、これね、強いっす。ジャイアントボム。あー、それだるいな。これだるいっしょ。これ、一旦これ、時間稼ぎできる。それだるいわ。これ最強です。はい、で、博士の研究使うわ。はい、じゃあこれシャッフル。ボスが落ちたね。ボス、そうなんだよな。あ、進化の子使わなくていいの？進化の子はね、ボロダイバー今出したから、うん、持ってきたところで落としてしまう。前進化した方がいいんじゃないですか。リリーはピクシー人形に進化する。あ、そうか、前進化する。まあまあ、でもいいよいいよ。あのね、俺は裏で裏で行く。俺は裏で行く。あ、もしかしてもうここにあるんですか？やっぱり足りないですか？やっぱり。あれ？もしかしてそんなそういうことですか？あ、まあ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 、いいでしょ、関係ねえけど。意味ないと分かってるけど、貼っとく。ああ、大丈夫。貼っとくは関係ねえな。私って関係ないけど。はい、じゃあこのまま、番終わります。はい、どうします。次、180以上のダメージ受けたらお前に100ダメだぞ。どうしよっか、100ダメ嫌だな、普通に。だよね、うん、ボス、ね、ボスりてー、ボスりてー。うわー、やばい。お願いします。お願いします。すいません、7枚ボスりてー。ボスあったらだいぶきつい。ない、ない、うん、ないな。サポートもない。サポートもない。ゴミです。サポートもない。いやでもね、まだあるんですよ。どうせマリーだろ、お前。いや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 、マリー反応に変えてたの知ってるから。なんとですね、まあ、エネは貼りますと。オッケー。なんとですね、待ち伏せの作戦マリー。うわー、これは強い。それはやばい。これは強い。それはやばい。これ俺手札なくても大丈夫なんだっけ。うん、大丈夫。オッケー。手札なくてもってどういうこと。俺が今、マリー使って0枚だった。0枚で大丈夫、うん、大丈夫。で、5枚を引いて、はい、これでボス引けば撃てると。はい、俺4枚です。はい、さあ、あれ、よかった。耐えた、耐えた。耐えたな。くそ、耐えた。とりあえずクラッシャーマン撃っとくわ。おい、もうほんとダメ、マジダメ。はい、おい、ポケモンカード運ゲだわ。ポケモンカード運ゲだわ、これ。いや、どうしよっかな、これ。倒すかどうかめっちゃ悩むね、これ。めっちゃ迷うわ。とりあえず1回レベルボール打っとくわ。オッケー。で、もう1回ビリビリ玉を持ってきて、はい、出張りはした。はい、そうだな。まあ、とりあえずサポーターまだもう1回打てるから、はい、ブルー探索使うわ。なるほど、うん、強いね、やっぱり。あ、待って。楽しい、楽しい、楽しい。何？ポケモンカード楽しい。何？何を気づいたの？何？ポケモンカード楽しい。何を、何に気づいたの？進化の子と進化の子サポートがないから。いや、まあ、マジブルーの探索型安定するんですよ。サポート持ってこれるから。ここはマリーしとこかな。オッケー、うん、で、ね、進化の子使います。使います。 V マックスします。オッケー。で、シャッフル、じゃあ一応お願いします。はい、オッケーです。進化はしないでおこう。進化はしない。ツールスクラップ。あー、それは地獄。まあまあ、それは地獄です。じゃあこれでサンダーボルト200点で通します。はい、効果って次打てないんだったっけ、サンダーボルトが。そうだね。オッケーです。じゃあサイド2枚。オッケー。はい、はい、ドラバルダブル。はい、どうぞ。マックスドロー。うん、ニーレのピッピ人形。いいよ。ホラー超エネルギー。はい、はい、ボム、爆弾。いや、またか。爆弾だ。キモすぎるだろ、マジで。うん、でもって、うん、サポート打ちます。博士の元気。おー、ボス落としちゃった。勝ち目なくなっちゃった。クソ悩んだ、クソ悩んだ。ボス落ちれなかったんちゃう。あれ、ボス落ちれ、もう2枚。そう、2枚落ちた。あれ2枚落ちました。でもドラバルト VMAX、 偉い。ドラバルト VMAX に進化させていくし、あー、まあ最低限のことは、反応何枚だったっけ。2、4、5枚。5枚、OK。 じゃあ、ここで僕は大ファントム、はい、前130点で、はい、130点後ろ、ダメ感50をどっかにばらまける。はい、よここ、うん、なるほど。カゴゲゴ、これです。はい、どうします、ドロー。まあ、とりあえず丸前に進化する。ああ、そうだね、なんか いそうな気がした。どうせすぐ使われそうな気がしたんだよ。ジャイアントボムな、うん、一応進化すれば耐えるのか。そうだね、うん、だったら普通に進化して殴って殴られて殴って、まあ、スクラッパーは1枚でしょ多分、うん、
なのでまあとりあえず、はい、サポート打ちたいわけで、はい、あと進化だね。オッケー、進化させます。はい、でも120くらいからね、ホラー超で、うん、まあ120でも耐えるもんね。耐えるね。まあこれはもうしゃあない、しゃあない。オッケー、どっちだろうな、今何が欲しい。いや特に欲しいもんないよな。クラッシュハンマーとかない？いやある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 、クラッシュハンマーだわ。クラハン、やったやったこれね、やったよ。とりあえず持ってきたよね、1枚あるんだよ。なるほど、お守り。ああ、それは確かに、お守りと今160だもんね。そうだから、これ殴ってこいつ殴られて50点死ぬことはなくなるから。はい、そうだね。これはね、天才、マジで天才だと思う。天才、ガチで天才だと思う。で、あとはまあクラハンかな、やっぱり。はいすることないし、はい、めんどくさい、めんどくさい、ね、じゃあクラハンしまーす。 OK です。あと守りこっちつけてきます。はい、OK です。おっ、あ、ないあ、やべお前、俺の前でそれ出せると思うなよ。他のやつだったら気づかなかったか。めっちゃ分厚かった。いきます。はい、 OK、 これ伊藤先生はこんなもん必要ないんだよ。バカが、やばいよ、こんなもんなんだって思って出せんだ よ。じゃあこれで、大ショック180点、はい、いけます。100点もらいます。はい、 OK、 100点もらってください。はい、 OK、 はい、で180は受けすぎ、えい、受けすぎ、はい、じゃあ僕のターンいきます。はい、取ろう。これで後ろ育てられなくなったぞ、このターン。そうだね。でももう260だから普通に前を普通に殴ることはできるもんね。オッケー、じゃあドラパルト VMAX につけます。はい、そう、いやでもね、ビクゾーね、うん、あれマジでね、これ大正解。マジでマジ大正解。あぶねー、ボス持ってた、持ってた、危ねー、危ねー。よしよしよし、これだから出してこれやるって最高のブランだった。いや天才か俺、マジで、マジで。いやこれはね、すごい強いですね。お前、いや俺からでも逆にもう動かなくていいわ。おつか、ボスの知り合いあるの言うの、マジでね、フリー体制っぽいよね。流されるマリーで流します。はい、まあドス流されるから、じゃあこのまま大ファントムちゃん、はい、でここかな、はい、そう、前倒して3枚。はいはい、で後ろが100点になると。はい、 いけるぞ。よしよしよし、いけるぞ。まあでも100点食らってんのか。まあでも次倒されることはなくて、次倒されることはない。はい、うん、あとは俺の引き次第だな。そうだね、ここ殴りたいんだよな。何、手札何枚、手札1、2、3、4、5、6、7、8、9、いっちゃうな。9枚、やばいや。とりあえず NN 発電はやってもやんなくても変わらんから、これはやる。 OK、 うん、結局そうだね、うん、じゃあ最後1枚取ります。はいよ、よっしゃ。いやこれね、めっちゃ俺今タクなんだよね。タクが悩んでる、起きてて、とりあえず、まあ、ここでリレーペペ人形でしょ、つけるの。まあつけてもいいかもしれないな。つけてもいいかもしれない。いやここで N 引けなかったらやばいんだよね。ああ、なるほどね。うん、なので確実に引くために、確実に引くか。でも麻痺にできる。でもそんだけ手札あるとやっぱりマリーは打ちたい。行くしかないだろう、男なら。いや正解、正解、男ならな。つかボスあるからな、うん、そうボスもあるし、逃げたって意味ねえんだ、逃げたって、うん、逃げたって、そうだ、逃げたって意味ないし、うん、穴抜けもあった。うん、危ない危ない、うん、マジで正解。よし、はい、はい、じゃあ4枚いきます。5枚頼む。はい、となると NN 発電後じゃなかったか、やるの。いっていく、危ねえ危ねえ、2枚いく、危ない、麻痺やばいな。よし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 、麻痺関係ねえか、もう倒されるもんね。確かに、うん、で、まあ一応ね、貼っておいて、はい、まああとはすることないから、じゃあ大ショック、180点倒します。ます、じゃあサイド3枚。お互いこのポケモンのこのポケモンを倒したら終わりの勝負だ。やばいな、でもさっきそう、先にね、うん、でエネルギーついてないからな。ただ俺火薬出ないんだよな、うん、で、麻痺、あ、麻痺もなくなったか。そう、ね、麻痺なくなった。オッケー、いきます。はいよ、ドローさせていただく。トップで引いていく、引いていく。ホラー超エネルギー、ハンド何枚ですか。2、4、6、8枚、その引き方はもう絶対マリーあるじゃん。はい、あ、そうしよう、進化のお香を使う。進化のお香を使うのマジ大事で、うん、後ろの方に穴抜けとかボス行ったから、うん、これシャッフルです。なるほどね。 あ、つか一応出しとく、一応持ってきとくか、ドラパルト VMAX。 もう使わないけど。本当に使わないんですか。はい、本当に使わないんですか。本当に使わないっすよ、本当に使わないっす。よいしょ、はい、じゃあシャッフルお願いします。はい、マリー打つんで、マリー打つんで、マリー打つんで、ちょっとさすがにね、ボスがありそうだからな。あー、危ない、これ、この手札絶対そうだよな、この手札絶対そうだよな。
リセスタとかもありそうだったから。リセスタじゃなくてもよく、でもリセスタじゃなくて、はい、じゃあ俺5枚取ります。4枚、はい、1、2、3、4、5。さあ、ここで、ここでワンチャン、リセスタとか。なるほど、なるほどな、なるほどなるほどな。まあじゃあこれは俺バーン終わりますか。はい、はい、どうします。とりあえず、はい、これは出してよく、出し毒で、出し毒、一旦食いぼでシャッフルしたい山札。さっきの俺と同じやん。やってることが全部同じやん。多分マリーですごいいいカード下に流したんだろ。そうそうそう、そっちを持っていくとくか。はい、はい、これシャッフル重要だよ。はい、ストップ。はい、でビビリ玉出せ。出さない出さない。危ねえ、今普通に出そうと思っちゃったわ。ボケギア、さてゼロ。ボケギア、OK。 うわー、ありそう。ボケギアはやばい。これ引けづくない、さすがに。まだ俺ボス出てないからね。引きそう。おやおや、早く来た来た。皆さん、今日ビッグゾー倒します。でも俺がビグゾー出したら、俺に毎回勝ってライナ選手はビグゾー以上だから。そうだよ、ああ俺が一番強いから。ビグゾーピフローリンに一生傾向だから。こっちか。もう聞いてもない、真剣すぎて。だってこっちかな。こっちだな。オッケー、これ、はい、白加藤。え、なんか言ってた。何も言ってないですよ、何か言ってた。何も言ってないですよ。何も言ってないですよ。オッケー、何も言ってないですよ。じゃあこれでた、いい、はい、じゃあこれじゃあこれで、白加藤使います。はい、オッケー。ビリーダーはトラッシュ。はい、で3枚引く。3枚のトラッシュか。トラッシュボスないよね。 ボスはね、ない、ないない、ない、よかった。マリーかな、うん、あまりね。はい、はい、あ、これで山札じゃなくてトラッシュで、で持ってきます。はい、でサポート、あ、で3枚引きます。はい、はい、いいよ。クラッシュハンマー。お前ダメです、マジで。お願い、ほんとにお願い、ほんとにお願い、ダメ。いやーほんまお願い、お願い、勝つからね、ビクゾーに。勝つからね、よろしくね。エネ欲しかったな、ここな、はい、ドローしたかったな、カプコケコで。なるほどね。まあすることないから、はい、まあ一応大ショックしとくか。はい、はい、オッケーです。じゃあ、気絶、うん、気絶、ドラバルト前。はい、ドラパルトの前に来たってことは、やばいな、つまりエネルギー転送、やばいぞ、エネルギーを転送させていただく。いや、結構強い。あー、強いか。大量にいますね。よいしょ。さあ、まずいぞ。で、ここで、あと1回、あと1回。いやー、ここ殴られちゃうの痛いな。あと1回なんだよな。進化の子、はい、VMAX 持ってきときます。はいはい、で、クイックボール、VMAX 落とします。かわいそう。俺ピッピ人形前、後ろ出し、前出しとけばよかったんだ。間違えた。あーそうか、あ、まあ、でも逃げてか、うん、あ、なるほどね。まあいいよいいよ、いいっすか、うん、クイックボール、ドラパルト、やめて博士、シャッフルお願いします。攻撃しないであげて、はい、やめて博士、うるせえ。ピッピ人形。じゃあ、このまま大ファントム、はい、はい、前230点。ピッピ人形倒せ、ピッピ人形、はい、バラ負け、ピッピ人形にバラ負け。で、ピッピ人形にバラ負け。はい、後ろ、OK。 お願いします。手札が3枚。3枚、さすがにボス持ってへんやろ、それどうかな。うん、手札3枚だもんね。3枚だよ。進化します。はい、OK です。ここは殴ったら負けだから、はい、逃げる。とりあえずドローするか。ドローしに行く。うん、マリー、白カトレイかな。白カト、はい、で、マリートラッシュ考えてますよ、あいつ。あいつ考えてますよ。で、もてくるのは博士負けんじゃないの。いや、ワンチャン、いや、わかんないよ、俺ハンドボスあるかもしれないから。そうだ、いや、それなんだ。いや、マジでね、ボス切ったところ、あれマジ大事だったかもしれない。ルーターン作持ってくるわ。オッケー、で、3枚引きます。3枚引いてください。どうだ、どうだ。あー、なるほど。はい、スタンプ、くぅースタンプ、くぅー、で、クイックボール、やばい、マチュー作戦トラッシュ。オッケー、これやばいっすね。マジリセスターはまずいっすね。本当にまずかったの。本当に、ま、本当にまずい。今1枚になるのがまずい。なるほどね。じゃあビグゾーさん軽くシャッフルしたら俺1枚ドローするんで。いや、これもシャッフルしといて。じゃあオッケーです。つか俺もこれでいいよ。はい、はい、俺もディスティニードローするから。よし、はい、じゃあこれで1枚、はい、逃げます。はい、逃げてください。ピッピ人形前でターン終了です。オッケーです。じゃあ、僕の手いきます。はい、ドロー。さすがにね、
違いますね。来ないね。さすがにね。来ないね。ドラマルドイマックスに乗り付けます。そう。で、そのまま、大ファントム130ダメージ与えて、うん、後ろは、リリーのピピ人形。まあ、ここかな関係ないね。まあ、でもここも関係ないか。130、いや230。あ、完全関係ないのかな。重要だと思うぞ、ここは。230、いや、関係あるわ、関係あるわ、関係ある、関係ある、マジで関係ある、ここです。絶対ここです。気づかれた。全然こと気づかれた。50まで上げていける。あ、これもう次の段でいける。いや、これそうなんだよね。これ価値格か、俺じゃん。そう、多分そう、多分そう。いや、違う、あ、そうだ、結局な、そうだ、麻痺できないもんな。そうだ、殴らせないようにクラハンとか使ってのポイントもあるけど、そう、まあ一応ポケギア、いや、多分ね、クラハンもうないんだよな。1、2、3、4。なるほどね。多分なかったよ。クラハンがギリギリ5円のクラハンがあるかもしれない。マジで5円のクラハンあったらマジで俺が編集で、あ、ビグゾーが不正してました。テロップ入れる。ボス持ってきて、はい、ボス遅かった。遅いんだよな、マジで。くそー、マジでどっちが勝つかわからんしなかった。で、はい、いや、待てよ、まだなんかないか。まあ一応見てみるか。はい、進化の子、進化の子、ないよな。いや、ないんだよな。やった、ポケモンカーの達成があるかな。ないか。おい、はい、終了終了。ポケモンカードロー。うぅ、おら、大ファントムだ。あと2ででも裏で倒したんで。なるほど、ね、あの50で最強だった。はい、カードを詰めれました。ということで、今回勝ち。惜しかった。いや、でも惜しかった。マジでいい勝負したわ。いい勝負だった。めちゃくちゃいい勝負した。こっちか、近かったもんね。近かった、ね、なんか知んないけど近かったよね。ブルーの短足リリーピピ人形。いや、クラハンだいぶ偉かった。クラハンも偉かったし、いや、でもこれ普通におもろかったわ。というような形で、はい、今回のドラパルトちゃんは、種はドラパルトだけの4枚構築、神構築、ザシアンに近い構築だったけど、ザシアンよりもやることがたくさん多いですね。使ってみて楽しいので、ぜひね。ザシアンの大事エネルギーが張り合ってんだ。ザシアンよりもドラパルト皆さん使いましょうね。しかも今これね、雷で戦ったんだけど、環境に追い風なんですよ。今ミエミエがめっちゃ流行ってるんで、入ってんの。そう、ミエミエに弱点つけるという意味で。あ、そうなんだ。まあ、火力足りない分を、普通に超エネルギーとかホラー超エネルギーとかジャイアントボムで、なんだったっけ、補いますという感じで、お疲れ様です。さよなら、さよなら、バイバイ。